新鍋リサは日本の元バレーボール選手。ニックネームはリサ。2019から20シーズンまで V リーグディビジョン1の久光製薬スプリングスに所属していた。鹿児島県霧島市出身。両親がバレーボールをしていた影響で小学校1年生からバレーボールを始める。中学時代の同級生には2020年東京オリンピック柔道女子7 8ラム 急近メダリストの浜田直里がいる。彼のや中央高等学校では2006年インターハイ、優勝、2007年春高バレーベスト4などを経験し、2008年11月、久水製薬スプリングスの内定選手となる。2009年、高卒1年目のプレミアリーグ2009から2010、シーズンはわずか2セットの出場に終わった。2010年、オフシーズンに、 チームの主力選手の引退や対談が重なったこともあり、2年目の2010から2011シーズンは、開幕からスタメンで出場。開幕戦のトヨタ車対戦では両チーム最多の31得点を上げチームの勝利に貢献するなど、このシーズンは大きく若返ったチームで、同期の岩坂奈々らと共に、レギュラーとして活躍。チームも前シーズンを上回る3位の成績を残し、プレミアリーグ、 最優秀新人賞に選ばれた。2011年3月、全日本女子チームにメンバー登録され、6月のモントルーバレーマスターズで国際試合デビューを飾った。同年11月に行われたワールドカップバレーでは、セッター対角として起用され、ミドルブロッカーで同じく、久光所属の岩坂と共に、最年少コンビとして注目を集める。第3戦。 フルセットの末破れた中国との試合後には悔し涙を流すなど大会途中からは世界の壁にぶち当たる試合が続いたが最終ラウンドのドイツ戦で途中出場するとこれまでの悔しさを吹っ切るような大活躍を見せこの試合逆転勝利の立役者となった2012年のロンドン五輪世界最終予選にも出場を真鍋義監督にはサーブレシーブ力が評価されている 日本の五輪出場が決まった最終試合第3セットの最後は4回目のセットポイントが新鍋のスパイクだった。2012年6月ロンドンオリンピックの代表メンバーに選出された。安定したサーブとレシーブでチームを支え全日本女子28年ぶりの銅メダル獲得に貢献した。2012-13V プレミアリーグではチームの6年ぶり優勝に貢献。 2013年5月の第62回クロ旗大会でも優勝にも貢献した。2013、14V プレミアリーグにおいてはチーム2連覇に大きく貢献し、自らも MVP ベスト6サーブレシーブ賞の境に良くした。2014年のワールドグランプリや世界選手権では、学部監督の戦術変更により、リフトのウィングスパイカーとして起用された。 2015年の全日本チームには、新鍋から怪我のための事態の申し出があり、エントリーされず、2016年、リオデジャネイロオリンピックの代表にも選出されなかった。V プレミアリーグにおける個人賞受賞回数が8回に達したことから、規定により2016、17シーズン終了後に V リーグ栄誉賞を受賞した。2017年からは、 中田美監督の元代表メンバーに再び登録され、同年8月に開催されたアジア選手権では10年ぶり、優勝の原動力となり、自らも MVP を獲得した。2018年世界選手権、2019年ワールドカップにも出場。そして、東京五輪を迎える五輪イヤーとなった2020年も代表メンバーに選出された。しかし、 2020年初めに右手人差し指の靭帯を痛めていて、それに五輪延期決定も重なり、絶望感が強まる。それでも4月下旬に手術して1年後の五輪に向けてリハビリに励んだが自分のプレーをイメージしづらくなり、納得できない状態で代表と久光でプレーを続けることに納得できず引退を決断。2020年6月30日、現役引退した。 また、同時に久光の運営会社である佐賀久光スプリングスと所属アスリートとしてマネジメント契約を結んだ V プレミアリーグレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通りありがとうございます。